よろしくお願いします。キリスト教神学の本が今朝届くらしいんで、金曜の夜にちょっと連絡来たのでね、注文が届くれましたので、金曜の夜に注文したんですけど、まあ、メールは月曜の朝で読まれて、まあ、それ発送してくださったらしいんですけど、今日の午前中に届くらしいんで、まあ、今日は先に民主主義神学ですね、歴史神学をやって、後半は比較宗教学をやって、明日キリスト教神学をやりたいと思います。本が手元にあった方がね、注文された方がいいので、はい、まあ、楽器にしてなんで、こう、簡単に一緒しながらね、まあ、歴史神学ですね、いうのは私たちの、歴史的な、神学的な、ね、そういう、ルーツを、探る、そういう、研究ですよね。で、もう一つは、組織神学ですね、キリスト教神学ですね、私たちの神で福音の内容を、勉強。でもう一つは、比較宗教ですね。世界いろんなところに宣教師も行くわけですけども、その宣教対象をね、特に人生観とか宗教観とかね、そういうようなことを学ぶということが一つ非常に大事なことだろうということですね。日本にあって、案外こう、日本のね、宗教についてあまり、学ぶ機会が少ないのでね、基本的なことを、伝えておくということですね。で、福音主義神学、歴史神学ですね。では今まで、重要な3つの要素ね、それから私たちの信仰は思想的なね、私たちが持っていたと同じ信仰であるね、それに水増しも割引もしないでね、継承するんですね。それから古代の正統神話ですね。古代教会が持っていたね。この時代は特にキリストとはどういう方であるかということについてね、神学が明確になっていたね。最初は三位一体論でありね、神からですね、神をね。そしてもう一つはキリストの信心、二世、一人格、ね、キリストのね、中心はキリストとはどういうことであるかというね、ことが既に明確であったんですけども、それを非常に文字化したというかね、神学化、体系化しているね。それはなぜかというとですね、そうではない聖書の文字を使いながらですね、聖書の信仰のあり方から外れた理解がね、たくさん出てきましたのでね、そうではない、こうであるという形で、教理というものが形成されてきたんですね。ですから、私たちは歴史神学、組織神学を学びながら、
まあ、自分の、まあ、歴史神学といいますか、組織神学というものをね、まあ、だんだん輪郭を明確に、ね、していく取り組みをね、まあ、私たちはしていけたらなと思いますね。まあ、基本的には、まあ、聖書神学ですね。ここは、まあ、あまり手つけてないわけですけども、まあ、旧約聖書、ね、新約聖書、ね、どう理解するかですね。そしてこう、歴史神学ですね。基督教信仰、ね、古代の正統信仰も、ね、宗教改革の信仰とかね、こういう形で、まあ、自分たちの、まあ、歴史的なルーツとアイデンティティね。で、私は、まあ、このことを非常に大切と思うのはですね、聖書と聖霊さえあれば歴史とは関係ないんだという考え方が結構、まあ、横行しているのでね。で、そうなっていくとですね、なんかこう糸の切れた風船のようになってね、まあ過去の熱心な群れがそうであったように、まあ、聖書たるの逸脱ということがね、危険性が増すわけでね、まあ、そういう面でこう歴史とのですね、つながりを学ぶということはね、非常に大事なことでありますね。で、今日は、まあ、そういうことで、まあ、第6番目ですね、信条と正当主義ですね。まあ、非常にこうエッセンシャルなといいますかね、今週のポイントをまあ話しますので、まあ、まあ、本当はまあこの本を買ってもらったんですけども、絶版になってますので、ね、そのまあ原稿のオリジナル版を図書室に、コピーしてね、一部入れてますので、まあ、ぜひそれをコピーしてね。繰り返し読んでもらったらいいと思いますね。まあ、歴史神学の扱いとしてはね、私はまあこの宇田先生のこの福音主義キリスト教と福音派というのはね、最良の本だと思うんですね。またたくさんの教理の本、歴史教理史の本持っとるんですけども、分かりにくい本が非常に多いんですよ、本当に。しかし、まあそういうですね、歴史的な遺産をですね、私たちのルーツとアイデンティティを探るために、また確立するためにね、非常にこう簡潔明瞭に、ね、まとめられているという点でね、まあ最も優れた書物だと思いますね。まあ、そういう面でいろんな本をね買って読むよりも、一番いいものを繰り返し読んでね、身につける、そしてこう生涯ね、それをそばに置いてね、自分のルーツとアイデンティティね、自分の、まあ、神学的な、ね、ルーツ、そしてアイデンティティ、これを確立していくということが非常に重要なことですね。これを確立しないために、何かこうその時その時の流行とかね、いろいろそのなんかムーブメントとかね、そんなものに悪い影響を受けることがあるんですね。いい影響だけじゃないですよね。自分を確立しながら、取捨選択しながら取り入れるのはいいんですけど、
なんか自分の心も確立してないとですね、なんか自分の今までやったのが全部ダメなような気がしてね、また次打つと次打つとね、衣替えしていくことによって、まあ、いい働きも壊れていくということがよくあるんですね。でそしてまあ、これも確立するとですね、私たちがこう、いろんな、まあ、こういう文明でもね、間違ったものに対してね、それは違うんじゃないかとかいうね、そういう、こう、まあ、識別力というかね、正しい識別力が身につくというね、判断力がね、これは非常にまあ大事なところだと思いますね。で、まあ、で16世紀に、まあ、宗教改革がね、あるわけですけど、16世紀ね、宗教改革、ね、ね、でそれは、まあ、カトリックに対するね、まあ、宗教改革、もともと、まあ、ルターたちはですね、その当時のカトリックの世界の中で内部の改革しようとしたんですね。まあ、しかしこう、カトリックの中のそういう、こう、まあ、聖書的なあり方を目指した部分がやがてこう切り離されていくというね、そういうことがあったんですね。まあ、だからこう、まあ、最初から言えば、まあまあ、そういう、まあ、初代の教会がありですね。そして、まあ、古代の教会がありね。そして、まあ、中世ね、こう続くわけですけども、でこの宗教改革で、まあ、ルターとかカルヴァンとか出てくるわけですけども、でそのですね、宗教改革の16世紀、そしてそれに続く、まあ、17世紀ね、この辺りに、まあ、信条というのが出てくるわけですね。信条、まあ、信仰を行うんですよね。まあ、こういうですね、信条集ね、いろんなこうその時代からのね、信仰、要するに、まあ、聖書の教えですね、聖書の教え、まあ、プロテスタントは前から、宗教改革の三大原理でも言いましたように、まあ、聖書のみなわけなんですけども、ね、それはまあ、ただまあ、その聖書といっても、まあ、歴史的な記述があるですね、歴史的ね、そしてまた文学的な記述があるね、読み支援神言とかね、それからまあ予言書ね、そしてまた新約では、まあ、福音書ね、そして、まあ、使徒行伝は、まあ、歴史が書いてあったり、ね、教会の書記のね、それから、まあ、手紙があったりとかね、まあ、目標がちょっと予言、書的なところがあるわけですけども、まあ、この OT、ね、旧約聖書、NT、新約聖書ね。で論理的、体系的に書かれてないわけで、まあ、いろんな、まあ、解釈の過ちもね、起こってきたわけ で、そういう中でですね、この聖書を私たちはどう理解するかとね、聖書をですね、どう理解するかとね。
ね、そういうまあ言ったらこの輪郭が変えてあるわけなんですよね。というのはまあカトリックにはカトリックの理解があったわけなんです。しかしまあそうじゃないだろう、こうだろうという形でまあ言ったらこの信条がまああのね、信仰のね、福音理解の理解のまあ原則といいますかね、そしてまた福音理解のそのことによってまあ輪郭をね、まあ、あの描き出していくというね、まあ、例えば、まあ、最も中心的なことであればですね、聖書館なんかであれば聖書は神の言葉であると、ね、神霊界によって書かれた、ね、誤りな神の言葉であると、ね、でこういう理解で、カトリックの場合は、まあ、聖書プラス伝承というかね、プラスアルファがいろいろかかっているわけですね。でまたこう、キリストによる救いなんかでもね、どう言いますか、家族の場合はこうそのミサに預かるということが非常に重要なね、ことになってるわけですけども、プロテスタントの場合はですね、この信仰義にね、イエス様を信じるだけで義と認められるね、ね、いうこのどう言いますか、私たちの行いによるのではない、ね、別にこう生産式に預かってまずかってなくてもね、それはイエス様し、イエス様を信じるのが救われるんだよね。で救われていることを再確認するためにこのどう言いますか、生産というね、恵みの、まあ、儀式があるわけなんですよね。だからまあそういう形でですね、こうどう言いますか、そういう聖書解釈ねの、まあ、初代のクリスチャンたちが文字古代古代持ってきたね、そういうものがこうある面、まあ、こう歪みね、中世で歪みが生じたとね、でそのものを、まあ、正しい方向にね、まあ、戻したというね、そういうところがあるわけですよね。でそれでいろいろな信条が出てきたと、ね、いうことですね。まあ、全部は詳しく紹介することができませんけれども、まあ、代表的な、例えば、改革派系では、まあ、ウェストミンスター新国王会とかね、と、ね、新国王会。ね、まあ、誰もいつもこうして、まあ、自分のこういう感じでね、小距離問答と深刻と老眼通訳と3つ一緒にね、これは非常に、まあ、小さな組織神学書としてね、あるので深刻ウェストミンスター、ね、小距離問答ね。最近でハイデルベルク新興国家とかね、あんなのが出てますよね。まあ、それはドイツの、まあ、改革家で作られた。これは、まあ、英国のね、改革家系で作られたね、そういうキュウリなんかね、あるんですけど、ね、まあ、でさ、まあ、こういうのさらにですね、まあ、詳しくあれしていけばですね、まあ、組織神学書みたいになるわけですけどね、だからこういうのを、まあ、アブスメ神国なんか読んでもですね、非常に聖書感なんかとコンパクトでね、まあ、エリクソンがで語られているような、あ、分かるのがありますか、小距離問答ね、はい、素晴らしいね、聖書論、ね、神論っていうのがありますけども、例えば人間論なんかでは、まあ、堕落についてはいろいろ書いてますけども、明日学ぶ、まあ、神の形論とかね、
神の、まあ、あの人間の、まあ、構成論とか、そういうことが一緒のことも比べられないんですよね。だから、まあ、全てが網羅されているわけではない。ね、だから、まあ、私たちが、まあ、エリクさんの中で学ぶですね、まあ、聖書をですね、まあ、神学の方法論、ね、から始まって、まあ、刑事論、ね、をベースにしてね、その上に神論、人間論、ね、キリスト論、聖霊論、ね、そして、まあ、救済論、そして、まあ、教会論、ね、そして、まあ、終末論というね、まあ、こういう、まあ、神学を論理的体系的に詳しくね、まとめるですね、まあ、どっちか言ったらこのね、奥義の、まあ、花芽のようなね、非常に、まあ、簡潔明瞭というかね、まあ、要点ね、まあ、奥義の要ね、要の部分ね、そんなものをこう抑えたのが、まあ、信仰告白であるということができますね。だからこうどう言いますか、まあ、皆さんもですね、まあ、こういう、まあ、大体皆さんの、まあ、私の所属でもそうですけども、まあ、簡易信条主義というね、字がわからないと。で、まあ、ある面でですね、皆さんがこの
どう言いますか、メッセージしていくということはね、聖書を解釈しメッセージしていくということはですね、まあ、意識 しているかしないしていないか別にしてね、この教会形成というのは教会の、まあ、神学的な、まあ、このルーツアイデンティティを明確にしていくプロセスでもある、ね、ただ説教の準備することはね、そういうこのことに、まあ、この中のどこかで語っているわけですね。だから皆さんの説教をですね、こういう視点から整理すると必ずですね、まあ、こういうふうにどっかにこう一箇所ではなしにね、まあ、キリストのことを語りながら、まあ、聖霊のことも語りとかね、こういう形でですね、これを巻いたら肉付けしていく作業であるということができるんですね。だから説教することで皆さんは講談から信仰告白しているわけなんです。私はこう信じていますね。ね、こう信じましょう、ね、呼びかけているわけなんです。ね、だからそれをですね、ある面こうどっかで意識してね、何かこう自分の説教を語りっぱなしという話に、ね、でそういう形からまあいろんな信条もまた参考にするね、いうことがまあ有益である、まあ、説教の、まあ、資料源としてね、まあ、非常に貴重なものである。で私たちがルーツアイデンティティをね、非常にこう明確にしていくことによってね、そう例えば、まあ、先ほども言った洗礼論とか、このどう言いますか、教会論とかね、いや私は監督制ではなし、長老制ではなしに改宗制が聖書的だと思うとかね、幼児占領なしに信仰者の、まあね、それは教会を、ね、まあ、まあ、終末論では、まあ、ここでやるとかね、いうふうにして皆さんが一生涯奉仕に召されて御言葉を取り組んでいくことはね、まあ、そういうものを、まあ、自分のうちに、また胸のうちにね、形成していく務めであるということができるんですね。そして、まあ、第2のですね、ポイントとしてですね、まあ、こちらは、まあ、信条ですよね。でもう一つのポイントはですね、まあ、正統主義神学、ね、でこの正統主義神学というのはですね、まあ、オーソドキシーと言われますけども、この宗教改革でですね、まあ、中世のその歪みをね、指摘して、ね、こうではない、ね、こうである、ね、いう形で、こう、特に聖書の権威とか、ね、あるいは信仰義人の教義とかね、あるいは教会が、ね、この法を中心とするなんかピラミッド型なしに、ね、私たちの教会のやり方はこの神の改宗としての教会、ね、仲介者は法ではなしにこのキリストのみである、ね、そういう形でですね、こう教会観、ね、そのものを明確にされてきたわけですね。だからこの私たちが自然に持っているですね、この教会観、ね、あるいは神国の救済論、あるいはこう聖書神の言葉であるという啓示論ね、こういうようなものもですね、この
16世紀のですね、宗教改革の戦いの中で、ね、こう明確にされています。すでにその前にもあったんですけどね。しかしこの教理というのは信仰学にいつもですね、この過ちを正す形でね、こうではない、こうであるということを言わないといけないから出てくるわけなんですね。だから私たちがこういうありがたみを知っておけばですね、私たちの今日の世界の中でね、いろんな形でね、今はもういろんなこう情報がね、ムーブメントがね、こう、ごめぐ時代ですからね、その中でいろんな私たちの、まあ、私所属している団体で去年の、まあ、秋には、まあ、セカンドチャンス論を、まあ、こう批判する、まあ、批判するというか、そういう、まあ、まあ、牧師の、まあ、講演会とかありましてね。というのは、まあ、聖書的セカンドチャンス論という本が、中の教会にね、何かこう、去年の春ぐらいから、まあ、たくさんね、送られてきてですね、まあ、これに対して、まあ、きっちりした学びが必要であるというか、私、まあ、頼まれまして、まあ、久保有馬さん、先生ですね、セカンドチャンス論を神学的に評価、分析して批判するというね、そういう、まあ、セミナーをちょっと持たせてもらってますね。要するに、まあ、ポイントは、まあ、久保有馬先生の、まあ、刑事論と方法論の過ちね。そしてまた救済論の理解の過ち、終末論理解の過ちね、いうことを、まあ、まあ、分かりやすく、まあ、説明したというかね。まあ、その時は DVD と資料、まあ、酒井先生もちょっと注文されましたのでね、持ってられると思うんで、また関心のある人がね、見せてもらったらいいと思うんですけど、まあ本当にですね、こういう形でね、私たちは自分のですね、正しい何か歴史の中での教会のね、あり方、そしてその歴史の教会がね、陥ってきた過ち、ねね、まあ、歴史は教会の歴史はこのね、教理の実験室であると言われますけどね、本当にいろんな説が出てきて、そうじゃないという形でね、そしてまたいい意味で教理が明確にされてきた部分ですね。で、今日もそのプロセスの中にあるわけでね、だからこう、そのあたりのね、私神学を学ぶことはね、歴史を知り、またね、学術であればね、ここにあるようにですね、方法論、ね、定理論から、まあ、終末論に至るまでね、大体のこの、私がまあ皆さんに身につけてほしいことはスタンダードですよね。ね、教派を超えてね、基準的な何かと輪郭というのがあるわけなんですよね。で、それをまあエリクソンは非常に明確にしていると。だから歴史神学における輪郭というのは、宇田先生のこのね、本来ね、非常に明確にされていますね。だから皆さんが自分 の, ルーツをね、神学的ルーツを知る、また神学的なね、この福音理解のアイデンティティを知る上でのね、このマニュアルである、ねね、これをまた私のこの学びを用いて、ね、皆さんがこう自分自身の、ね、信仰のルーツとアイデンティティルーツをね、よく知る、そして自分の福音理解のアイデンティティをね、こう確立していくね。そのスタンダードの上にですね、まあ個性的な要素もね、特徴的な教派的な要素も関連付けたらいいと思うんですね、うん、
で、まあ、昨日あのリバイバル新聞が届きましてね、その中であの渡辺先生がね、あのいいこと書いてあるなと思ってこう読んでたんですけども、渡辺先生と私に親しくさせてもらって、まあ、成熟した精霊神学を求めるというね、で、まあ、あのまあ、タコツボ神学の問題でこんなふうな、こんなことちょっと書いてあるので、まあ、要するに、まあ、あの自分のですね、この教派の、あの視野だけでこうね、その特徴的なことだけでこうあの見ていったらですね、非常にこのバランスというものを失いやすいわけなんですよね。だから本当にこう、どう言いますか、この意味でですね、こういう面であの歴史神学を学び、エレクトロ組織神学を学んでね、全体の輪郭の中で教派的な特徴をより良い形で生かしていくというね、でこういう取り組みがね、非常にまあ大事であるということですね。で、まあ、正統主義神学というのは、そういう面では、まあ、まあ、オーソドクシーですね。ドクシーね。要するに、まあ、スタンダード、ね、この基準的な、ね、まあ、こちらになるのかな。神学であると。要するにこのね、聖書ね、この聖書ね、聖書をですね、もう一度ですね、原点からよく読むね、このまあ宗教改革の時代っていうのはあのルネサンスをまあ少し前に持ってますのでですね、ルネサンスっていうのはですね、中世の社会の中からですね、あの古代のギリシャのですね、原点から読もうというね、そういう、まあ、ところがありましてね、その影響もあって、まあ、宗教改革というのは、まあ、言ったら聖書を、まあ、言語で読もうというね、形でですね、まあ、聖書ですね、そしてまたこの宗教改革はこの歴史ね、古代中世の中でのですね、良き神学的な遺産ね。だから宗教改革というのはカソリックの全部を否定したわけじゃないんだよね。カソリックは非常にこう幅がありましてね、中世ではね。でその中でのまあルターの中でもアウスチヌス修道会ですよね。だからカソリックの中のプロテスタントというかね、そういう要素があるわけですよね。それでまあどう言いますか、聖書からね、そしてまたこの古代中世の、まあ、神学ね、いやまた著作ですよね、まあ、こんなものをですね、でこの正しい聖書解釈のあり方ね、倫理観のあり方の輪郭を示してね、でそのものをですね、この論理的ね、でまたこの体系化しているね、体系化していた試みが、まあ、この正統主義神学と言われておるわけですよね。でまあ実際どう言いますか、このどんな運動でもですね、この文書化され、またこの体系化されないと継承が非常に難しいんですよね、次の時代にね。下手したら、まあ、言ったらまだ元のお金になってしまうかもわからないんですよね、うん、しかしなぜ、ね、私たちは、ね、聖書をこのように解釈するのかということをきっちりね、この残していくとですね、でそれをその時代の人たちが、ルター・カルバンが死んでも、次の人たちが、それをベースにまたね、改修を、まあ、指導することができるわけです。だから、まあ、皆さんもですね、まあ、こういう、まあ、神学校でも学びもそうですけども、
まあ、これから公示され、説教されね、いろいろしていく中で、いろいろこう、その取り組みをね、いろいろこう文章にして残されていったらいいと思うんですよね。でそれをがまたこうね、次の時代の人を生かすというかね、うん、それが完璧なものでなくてもね、いいと思うんですよね。だから私もまあ初期からのいろんな資料をね、ずっとこう蓄積して次の、世代の人たちにね分かち合っていくというね、うん、だからまあ授業も全てこう録音したりいろいろですね、テープから始まり MD になり、そしてこう CD になり、今は DVD になってますからね、うんうん、でまあいろんな形でね、でまあ今この間ね、まあ、ほら石垣の図書の関係者の方からね、いろんな資料をちょっと注文を受けてね、まあ、送ったんですけどね、アメリカに行ってまたそこでまたね、私が取り組んできたら学んでもらえるとかね、非常にまあ素晴らしい方だったね、なんかこうそれで終わってしまわないね形を作るというかね、でまあでただこの時代のですね、こういう形で、まあ、そういう面ではですね、この時代の正統主義神学というのはですね、今日の私たちの、まあ、今エリクソンね、エリクソンのキリスト教神学ね学んでますけども、まあ、その間にこういろいろあるわけですけども、まあ、そのですね、まあ、オリジナル版というかね、が作られた、まあ、そういう時代である、まあ、カルバンのキリスト教公用をはじめね、まあ、キリスト教公用なんかで読むとですね、まあ、非常にこうちょっと、まあ、概論的な組織神学というね、まあ、そういう感じはしますけどね、そんな論理的体系的というね、記述型という感じがしますけども、キリスト教公演のね、カルバン。まあ、プロテスタント神学の、まあ、金字塔というね、もどちらにしても、まあこの時代に非常にどう言いますか、そういうものを論理的体系化するね、ものすごい集中的な試みがあった時代なんですよね、うん、で非常に優れた本がたくさん出ておりましてね、まあ、ここで、まあ、たくさんの神学者の名前が資料の中で挙げられてますけども、でこの正統主義神学の時代の、まあ一人の人は、まあ、トゥレタンというね、まあ、神学者、ね、の、これが、まあ、アメリカの、まあ、非常に、注目されてある、ね、プリンストン神学のね、新学校では、まあ、ずっと、まあ、テキストとして使われてきた、まあ、プレタンの、まあ、新学書ね、でその後で、まあ、プレタンの新学書に代わって、まあ、チャールズ・ホッジ、ホッジの、まあ、組織新学書にね、変わった、まあ、三冠堂もねありますけども、でまあ、参考までに、まあ、紹介しておきますとね、まあ、宇田先生はこの中にもたくさんのね、この間の組織し、この時代の組織神学者の名前が出てますけども、この、まあ、創設現代神学
ページ187から213に、まあ、福音派の神学というね、そういう、あの原稿を、まあ、宇田先生が書いておられるんですね。まあ、これは日本キリスト教団から出ている、あれなんですけども、その中のこの福音派の神学ですね。で、この中に、まあ、はですね、19世紀、まあ、後半からですね、まあ、現在まで、ね、の、まあ、福音派の組織神学者 の、まあ、名前と、まあ、傾向というのが、ね、書いてあるのでね、非常に、まあまあ、優れた資料だと思いますね。まあ、どちらにしても言わんとすることはね、どう言いますか、私たちの今学んでいるエリクソンの神学のね、エリクソンが急にポンと出してきたというよりもね、こういう、聖書をですね、もっぺん丁寧にね、学び、そして、古代中世の神学著作を、ね、学びね、その中の歪を修正しながらですね、信条を形成し、それがやがて、まあ、体系論理体系化されてですね、組織神学の走りのようなね、書物がたくさんこの時代に、まあ、16世紀は宗教改革、ね、17世紀は、ね、正統主義神学の時代になる、ね、要するに宗教改革の遺産をですね、論理的体系的にまとめて次の時代に継承する橋渡しをした、ね、でその連続性の中にですね、このどう言いますか、今日の、まあ、福音神学の、まあ、基準書と言われるこのエリクソンのキリスト教神学ですよね、こういうようなものが あるということですよね。だから私たちはそういう面で宗教改革の子孫でありね、17世紀の正統主義神学 の、まあ、その連続性の中にね生かされているんだと、ね、そういう、まあ、歴史意識というものが非常に、まあ、大切で、そのことによってね、私たちはこう恐れることなくね、このカルバンのキリスト教綱領からも、またこの英語の読める人であればですね、このチャールズ・ホーチの組織神学参観文からね、こうね、たくさんの、まあ、資料源からね、学ぶ、そういう、まあ、立場に置かれているということですね。で、まあ、
単位診療のそういう、まあ、申告枠をね、まあ、作られる場合、あるいは、まあ、訂正していかれる場合にですね、まあ、この、まあ、診療についての、ね、基本的な理解というのは非常に大事と思うんですね。私たちの団体でも選挙50周年期間にね、まあ、記念誌を出したり、でそういう中で、まあ、信仰告白の、まあ、改定作業とかね、そういうのもされたんです。で私は、まあ、それ非常に素晴らしい面もあったんですけども、もう一つ非常に、まあ、課題だなと思ったのはですね、そういう部分の、まあ、こういう信条について、ね、信条とは何なのかということですよね。基本的な理解がやっぱり、まあ、こう乏しいところがあってね、その部分は課題として残ったなと思うんですね。だから、まあ、皆さんが将来群れのリーダー層になっていかれる場合はね、まあ、こういう書物にも、まあ、目を通されたら役に立つんじゃないかなとね、間違いなく群れをね導くね。で診療という場合はもともと診療という場合はね、信仰告白と、ね、いうものはこう自分たちの前から我はこう信じるというね、まあ、人信条的な世界信条的な要素がね、こうありますけども、で同時にはそれにプラスアルファしてね、いろいろこうもっと詳しくねこう信仰が告白されてるんですけども、だからこう細かいことであまり信条を定めたらですね良くないということ。それはなぜかというとですね、信仰とか信条というのはね、排除する力を持っているんですね。そうでない人を排除するという、こういうところ。だから、あんまりこう意見が分かれる部分とかね、あるいは神学の世界でね、このどう言いますか、多様性が認められる部分なんかでは、そういう表現にしないといけない。でその辺が何かこう細かいことで何か入所化された部分があったなと、ね、だからまあその委員の中に入ってなかったので、まあ、個人的には思ったんですけどね、そういう面ではまあその時点におけるリーダーその限界を示した文章でもあるなと私は思って、将来は再開発されなければならないね、私は思ってるんですけど、去年のまあね、去年一昨年の秋に私たちの群れの信仰告白解説ということで、まあ拡大協力社会のセミナーね講師させてもらったんですけども、それにはまあそういうね文章の中に書き込んでね、チャレンジしたね。まあその辺の部分がね、自分汲み取れない人はちょっと反発されたところがあったみたいなんですけどね。やはりなんかこうそういう面でね、その時代その時期の進学教育の、まあ、貧しさというかね、こう偏った部分が。私が受けた頃のね、進学教育っていうのは、あまりこういうね、全体を見て、細部を見るというね、そういう学びあんまりしなかった。どっちか言ったらもうなんか、渡辺先生がちょっとやってるように、多国語進学的なね、講義が多くてですね、その当時はもう、そうだと思ってね、なんかこう、それで、まあ、尊敬の念を抱いたもんですけども、いや
非常にまあ素晴らしい部分もあるけども、やはりね反省すべき部分もあるなというね、そういうまあ識別力をね、だんだんこう身についてきたなというね、思いますね。でまあ、一つですね、そういう的に話しますとですね、まあここに、まあ、そういう面で、まあ、言いましたように、まあ、こういう形で、ね、私たちは、ね、連続性、ね、の、まあ、意識を、まあ、持つべきであるということですけれども、でここで、まあ、チャールズ・ホッジ、ねについて少し、まあ、紹介してあるね、これは、まあ、SE オールストロー、まあ、今のプリンストン進学校はですね、非常にまあリベラル化しているわけですけども、まあ、チャールズ・ホッジの時代というのはですね、非常にまあ福音的であってね、その当時のアメリカの、まあ、福音進学の牙城というかね、最も中心的な拠点であった、尊敬を集めたね、改革を変わるか長老派系のね、まあ、進学校ですね。で、まあ、この学校ではですね、まあ、当時はトゥレタン、ね、のこの教科書が使われておったわけですけども、で、まあ、チャールズ・ホッジはですね、この学校で学んでね、まあ、非常に優秀だったんですよね。ホッジは卒業後わずか3年目にしてですね、教授として、まあ、敬愛する恩師に並んで教授陣とはね、非常にまあ天才的な賜物になったね、進学者だったんですね。そしてまあ彼はですね、この中心的な進学校でですね、40年間にわたってね、講義をし続けたね。そしてこのアメリカの福音派の、ね、中心部を担うですね、神学者や教職者をね、次々と送り出していく、ね、そしてこのアメリカの国中、また世界の遠隔地にまでですね、その影響をもたらされる。そして、まあそういう、まあ、神学校のね、進学校の、まあ、講義だけではなしですね、まあ、講義この、まあ、進学誌ですよね、ね、進
学雑誌ね、プリンストンレビューというね、そういう、まあ、神学雑誌を通じてですね、それ以外の数えきれない多くの人々に、まあ、その教えは届いている、ね。まあ、チャールズ・ホッジ、アメリカの生んだ最も偉大な神学者であるという評価は、まあ、少し強烈すぎるかもしれないが、しかしホッジがいなかったらですね、ホッジなかりせばアメリカの長老主義とアメリカのカルバン主義がですね、全く異なった形を取ったかもしれない、うん、という言葉は大して誤っていないのであるね、まあ、非常にこのどういうか素晴らしい働きでしたね、神学者、うん、ね。でまあ、そういう形でですね、この宗教改革の遺産というのをね、こういう形の中で私たちにも流れてきているというね、だから皆さん、まあ、私もですね、そういう面で比べるのもおかましいんですけども、まあ、この自分のささやかな、まあ、講義、まあ、また、ね、いろんなこう小冊子というかね、まあ、これもまあ落ちなんかのちゃんとした、ね、神学誌ですけども、私の場合は小さなプリンターでプリントアウトしてね、それをまあ製本機で製本してね、で DVD をつけてですね、そしてこう注文があれば分かち合っていくというね、形で、とやっているわけですよね。まあ、皆さんも、まあそれぞれの置かれた環境の中でね、またそういう、まあ、取り組みをね、していかれたらいい。で、まあ、私の、まあ、願いというところは、まあ、こういうこうね、歴史神学理解とか、ね、エクソンの、まあ、こういうキリスト組織神学理解というものがね、また皆さんを通してね、何か皆さんの、まあ、群れ、今日はね、日本の国家の隅々にね、まあ、流れていくことね、そのことによって本当にね、何か、まあ、教会の神学的な健全性というかね、そういうものが、まあ、保持されるというかね、ということを、まあ、期待しておるんですね。はい、まあ大体まあそこまでが今日の、まあね、プロテスタントの、まあ、信条と、まあ、正統主義信仰ですね、まあ、そういう形で、まあ、エリクソンのためにも ね、そしたらまあ質問ありますか、そこまでで。どんなことでも、あ、もしあれば、また、こちらで聞いてもらいますね。はい、そしたら、まあ、休憩しましたね。